県立体育センターがお届けするスポーツ情報です。ブラインドサッカーの2回目、今回はブラインドサッカーの基本について、神奈川県内唯一のブラインドサッカー地ウェンカンビオ横浜の皆さんの解説を交えながら紹介しています。それではブラインドサッカーの基本について、ウェンカンビオ横浜の斉藤選手が解説します。ドリブルのコツはなるべく同じところに当て続けるということですね。ブラインドサッカーのドリブルは普通のサッカーと違って足の内側を使います。なので内側の同じ部分に常に当て続けることが、うまくできるコツです。じゃあいきます。同じです。次はパスです。パスのコツは、なるべく連続で相手のことを呼ぶことです。1回ではいはいって言うと場所が分かりにくいです。なので何回もこっちこっちはいはい、何回も連続して言うとしっかり相手の位置が把握できると思います。ではやってみます。はいよはいよはい、ギョヤはい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 こっちこっち、はい、こんな感じです。では次に1対1をやりたいと思います。ディフェンスの特徴としては普通のサッカーと同じでボールとボールの間をに入るということは、普通のサッカーとブラインドサッカーは変わりはありません。ただディフェンスに行く際にボーイという掛け声を使って、相手とこう取り合いをボールの取り合いをします。では実際やってみます。ゴール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 。このように、ゴールと相手選手の間に入ってボーイと言いながらディフェンスをやります。シュートを打つ選手はコーラーの、指示、何メーターとか、角度、45度だったり60度っていう声を聞いてゴールの位置を把握して、なるべくこうコースを狙って打ちます。サイドのコースを狙って打ちます。では実際にやってもらいます。シュート正面正面よしこシュート。きっかけとしてはもともとずっと高校までサッカーやってて、で大学入って、なんか新しいことを始めたいなって思った時に、たまたまブラインドサッカーを知って、もう普通に面白そうだなと思って始めました。まあ、最初は、まず始めたばっかの頃は、走るのも、上隠しして走るのも怖かったですし、まあ、トラップとか、全然音とか、周りの誰がどこにいるのとか、全然わかんなかったんですけど、まあ、徐々にやっていくうちに慣れて、今では、ブラインドサッカーの魅力っていうのを大きく分けると、僕の中で2つあって、まず1つ目が、まあ、試合を通して、さまざまなこう視覚障害のある方 と、交流が深められるっていうことが、まず1つです。で、もう1つは、僕たちは、実は日常、白杖をついて、道を歩いています。で試合になるとコートの中を白杖を持たずにこう自分の思ったように動けるっていうのが、主な魅力なんじゃないかなと思います。今後の目標としては、僕自身、ブラインドサッカーのユーストレ戦という、2024年の、パラリンピック強化選手として選ばれているので、まずは2024年のパラリンピックで、日本代表として出れるようにこれから足元の技術でまた、具体的な試合を通してのルールなどを、もうちょっと自分の中で整理して、分かっていけるようになりたいです。ブラインドサッカーの2回目いかがでしたか。次回はブラインドサッカーのルールについて紹介します。お楽しみに。かだちゃん TV にチャンネル登録を。はい。